えっと、子供の頃から同年代で背が一番高く、成人の今195センチある男です。幼い頃から内向的性格でインドア派と自覚してますが、周囲から背丈にあるスポーツとを必要に迫られたり、体型系のノリや役割を共有されるなど、自分の悩みを理解されず、いつまでの人格を求められることが不安です。臨床心理士に話しても贅沢な悩みと一周されたほか、大五さんの配信で同様相談しましたが、配信タイムに問題が生じたと言われ、十分な回答はいただけませんでした。超子男性の言うような悩みを解示することはタブーなのでしょうか。別にタブーじゃなくて、あたま たまに心理師がおかしな人だったっていうのと DAIGO さんのパソコンがおかしなことになったっていうだけなんですけど、まあ、もしその,あの日本の場合って平均身長が170ないぐらいなのでやっぱりそのキーの目というか珍しい人だよねって見られ方しちゃうのは当然だと思うのであのもしそれがらいだったらオランダとかに行っちゃった方がいいと思いますよ。あのオランンダ女性の性のののの平平均均身身長長が170 180 195 170ででで男は近くあるととかだと日本いいう身長センチぐらいの あのまあ平均よりちょっと高いよねぐらいでめちゃくちゃ高いこいつっていうことでもないのでなのであの全く気にしないで生きるっていうのもできるんですけど多分その全く気にしないで生きるができてないから僕に1,000円払ったり DAIGO さんに相談してるだと思うので一回その高身長の人の国行ってみるとまあ,あの別にあの住むとかだといろいろ大変なんですけどまあ1ヶ月とか2週間とか旅行してみて。 であの背が高い人だらけの国だと別にあのみんな自分のこと見ないんだなっていうのでまあそれでスッキリする場合もあるしまあこっちの方が安い,いなっていうのであればあとオランダってあの日本人あのビザ取りやすいので皆さんチャンネル登録お願いしますここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてねそして他にもいろんな動画がありますそちらの方もご覧くださいそれでは次回でしたバイバイ。